はい、皆さんがフィッチをやりますね。フィッチって言葉、ここに関係あるのは関係代名詞の関係副詞なの？そっからフィッチが関係代名詞か関係副詞かわからないの？それ関係代名詞だね。関係代名詞ってことは後ろは完全か不完全かというと、そう、関係代名詞は不完全だね、名詞が。で、どこに名詞、このホテルが何かどこに入るの、どこに入るの、うん、ザホテルみたいな風になる。ということは、ミユの見解によると、このステイは自動車の作動したの？だってこの S、これ S じゃないの？ V、これは？O になるんだよね。で、ここは、そう、ここは副詞だから、そこどうやって訳すの？これは、これは、私が京都に来たと、行った時に、うん、よく滞在するホテル、いつも泊まるホテルですと、どういう風になるのね、わかりますか、関係と。ただ今残念なことにステイは自動なんですよ。そうすると今名詞の数はここ足りてる足りてないの？そう、足りてるのよ。名詞の数が足りてるってことは関係代名詞をやればいいの、関係副詞をやればいいの。そう、だから答えは where になります。ということは、この動詞が自動詞か他動詞かわからないと、この問題は解けないんだよね。ということは、ステイが自動詞であるってことは、ミーを知らなきゃいけない。でも知らなかったね。なんでかわかる？うん。そんなのどうでもいい、泊まるっていう意味があればいいんだろうと、ヤクザ的な感じで。で、逆にですよ、こういう問題だったらどうっていう話なんです。というのは、ここを完全不完全、インの後になんか名詞欲しいよね。欲しいね。だから、今ここは不完全なんですよ。不完全ってことは、ここ関係詞、代名詞で副詞出るの？代名詞。そう、代名詞ね。じゃあ何にどっち？そう、ウィッチュよ。だから、インがあれば、ウィッチュ。だから、この名詞が足りてる足りてないのは超重要なの。そう、すごい。で、もう一個書き方。